トイストーリーやん。あゆなさん、おはよう。おはよう、そこおはよう世界じゃないんやね。よく眠れたですか？ほいほい。桃たちはバッチリぐっすりよ。うん、めっちゃ可愛いな、やっぱり。服が変わると全然違うね。朝ご飯食べるです。一日に何回もあゆなさんに会えて嬉しいな。こちらこそ。今日はとってもいい日なのです。そうかそうか。いっぱいいっぱい会いに来て。これあれよね、桃が男の子でミルクが女の子ってわけじゃないよね。今日もいっぱい遊ぼうね。スカートとズボンやけど。いっぱい遊びたいです。やっぱりミルクの方が可愛い系の格好って感じやね。じゃあ朝ごはん食べますか。お、また増えとるよ。いいね、ビーフシチュー。こってり味のビーフシチュー。コクうま、玉ねぎは使っていません。またしても。なんか横に置いてあったの何？パン？レンズで素早く切りましょう。よし来い、スタート。上手です。よし、ありがとう。そんな連打するほどでもない気がするけど。トントントン。上手です。肉や肉。ちゃんと時間内にね。ありがとう。私連打遅いけんな、結構。これからどんどん難しそうになる気がする。順番にボタンを押して混ぜましょう。はい。よし、来い。ぐるぐる。はい、はい。いいね、てか鍋かわいいんやけど。ぐるぐるぐる。めっちゃかわいくない？いいね、いいね。混ぜ混ぜです。 XYXY。 よし、いいぞ。やったね、結構余裕。完成。お、お、満点？これもしかして。やったやん。ご飯、ご飯。特に何もないんやね。いただきます。はい。あれ、人参ハートマークになってるのも可愛くない？おーおー、飛び上がるほどの美味しさ。よかった、それは。なんか、スプーンですくった途端に横に置いてあるパンまで一緒になくなった。どういう仕組みですか？はい。美味しかったかい？さあ、それじゃあ、遊びで。どう？前回ババ抜きやったけど、今回はダンボールで遊んでみようか。猫たちとタッチしてね。操作方法は、ぬいぐるみはタッチしちゃダメです。オッケーオッケー。始めるです。はい。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。くっ、あ、今のところ、おおおお、はい。この笑顔で飛び出してくるのめっちゃ可愛いやん、ちょっと。いいね、いいね。おっと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ももが、ももちゃんが一回できなかったっち。はい。ミルク率高くない？タッチ。タッチ。うぃー。ちょ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 。はい。タッチ。はい。あ、閉じた。ちょ、2回ほどできなかった。みんなで遊べて嬉しいな。楽しいな。うんうんうん。いいね。また遊びたいです。この飛び出してくる時の顔が何とも言えず可愛いんだけど。素材ゲット、砂の瓶、幸せの蜜。砂の瓶ってなんだあれ。めっちゃカラフルなんやけど。何に使う砂やろうね。とりあえずガーデニング。ガーデニングで使う砂とかかな。お、真ん中のやつは。いい感じに育ってく？まだできないか。真ん中の何も変わってなくない？お、かわいい。あれは何？あれは前回のやつが奇跡で今回の普通ってことかな。間違えた。はい、収穫します。チューリップ。はい、そしてこれは春のバラ。お、春とかあるんやね。うん、春のバラが図鑑に登録されました。これかわいい。いいね、いいね。
って前回さ、あれやん、なんか奇跡のバラとかじゃなかった？はい、奇跡のチューリップ。だけど今回は多分普通のができたってことやんね。あ、新しい植木鉢が増えとる。ってことはだ、ほら、使おうこれ。ナチュラル鉢やって。はぁ、素材が足りない。どういうことや。くっそ。あ、なるほどね。そういうことね。何も育てていません。あー、もう鉢がない。あ、そのまんまやったら大丈夫なんか。あ、そういうことか。うん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 。あー、もう種がないよ。他の種は？あ、これでコンペイトウが育てれる。コンペイトウ、何が育つんやろうね。楽しみー。はい、それじゃあお出かけしましょう。ちょっとね、縄張りパトロールに行ってこようと思うよ。縄張りパトロール始めるです。いいねいいね。てかめっちゃ目立つ。絶対めっちゃ目立つし、めっちゃ汚れそう。行くぜ。はい、さーん。帰ったらご飯食べたいです。それはね、ちゃんと食べよ。拾った。はい、石ゲット。そしてワクワク。あ、2だった。どこに着くかな。はてなや、なんやろ。びっくり、シャン。おー、カラス。あー、ダメだ。うえん。カラスが立ちふさがっていて進めません。もう一度ルーレットを回してください。あー、こんなところでルーレットを消費してしまう私。はい、7は。お、強いぞ、おむちゃん。よかったです。いいね。カラスが何か落としていったようです。コンペイトをかける3ゲット。あ、そういう感じでゲットもできるんやね。何があるかな。あ、1。天気いいね。やったー。お散歩日和ですね。ヒロいました。この見せてくる感じもめちゃくちゃ可愛い。楽しみです。はい。お、これ初めてじゃない？羽根。多分、わからんけど。何の鳥の羽やろ、綺麗。パトロールをお家に帰るです。帰ろ帰ろ。お、エピソードが追加されたよ。はい、それじゃあエピソードを見てこう。まだね、結構お金が足りんけんね、買い物とかができないんだな。お庭に植えた種、何が出てくるのかな。そう、コンペイトを植えたやつ何か出てくるん、めっちゃ楽しみなんやけど。何が出てくるか、普通に考えたらさ、ね、土に植えたコンペイトがそのまま出てくるだけやと思うやけど。お花も咲くかな。咲いたらいいね。お花咲いたらきっと綺麗です。うんうん。種、土の中で何してるんだろうね。今多分もぞもぞしよるところやと思うよ。大きくなろうとしてる。大きくなるために土の中で力を貯めてるのかな。多分そう。あれやん、虫がね、虫が何、土の中でずっと寝おるみたいな感じ。大きくなるために土さんのご飯を食べてるのかもです。さなぎの状態とかで。もうちょっとしたらきっとムズムズし始めるよ。うんうんうん。ずんずんニョキニョキお顔を出すために頑張るです。あ、そっか、そういえば木を植えたんやっけ。あ、そっか、そうだ、種がお顔出す前に名前をつけてあげない。お名前、木の名前、とっても嬉しいですもんね。なるほど、そういう考えね。名前をつけるのはやっぱりあゆなさんにつけてほしいです。あゆなさん、この種の名前つけてあげて。種の名前、種の名前、どんな名前がいいだろうか。どんな名前はどう。どんなの。樹木っち、キースケ、ウッディ、かわいい。え、かわいいけど、ウッディ。え、ウッディよくない。トイストーリーやん。ほんわか7前、ほんわかかな。ウッディ、胸がふわふわするニャンダフルな名前です。うんうん、覚えた言葉をいっぱい使っていくね。早くお顔見たいな。みんなで、でもなんか植物ってさ、話しかけよったらなんか早く育つみたいな言うことない。土の中でもお話聞こえてるかな。多分きっとあの人間がさ、お腹の中におる時にもなんか夫婦の会話が聞こえとるみたいな感じで聞こえとるはずよ。名前はウッディになったよ。ウッディ、あゆなさんも何かお話ししてみて。は
早く出ておいで。Believe yourself、 ここで使う？プッピー、Believe yourself。 すべて横文字で Believe yourself です。プッピーがお顔出すの毎日待ってる。英語で話しかけられてもわかるかどうかわからんけど、みんなで待ってるですね、早く出ておいで。あゆなさん、とってもいいところを見つけたんです。なになに、日向ぼっこができるとことかそういう感じ？いいところってどんなところ？あ、二人で一緒に行ったわけじゃないんやね。にゃんスタ映えしそうな素敵なところなんです。にゃんスタにゃんスタとかもあるのね遊びに行っても楽しそうだね。猫の世界でもやっぱり映えは気にするもんなんすか。写真を撮りに行こう。いいですね、写真をいっぱい撮ってニャンスタグラムにアップしたいです。もうスマホ超使いこなすやん。桃はいっぱい遊びたいいいね、そこを私が写真撮るよ。ミルクも遊びたいです。あゆなさん、一緒にお出かけしようね。で、写真撮ってアルバムに収めたりとかできるようになるんかな。一緒にお出かけして写真をいっぱい撮るです。あ、もうめっちゃ撮るわお出かけの街でお出かけスナップができるようになりました。写真撮影をすることができます。写真を撮影しに街の公園に行ってみますね。もう撮影する場所は公園だけってことなのかな。ニャンスタジェニックな写真を撮るです。ニャンスタジェニック、ほう、ベストショット、なんかいろいろあるな。猫を呼んだりとかいろいろできるっぽい。左右移動。で、撮るのはどれ？あ、LR で撮れるわけね。で、ズームイン。は、猫を呼ぶ。はい。ももちゃん。ももちゃん、はい。ミルクはやってこないの？今行くよ。めっちゃ、ちょっと、ちょっと。ももちゃん。はいです。あ、ミルクちゃんも来た。はい。あ、かわいいしかない。はい。ちょっと待って。後ろに、後ろに。あ、ボーナス !2 匹一緒。すげえなんか、片方はね、そうでもない感じやったけど。お、これは。あー、かわいい。あー、超滑っていくやん。ちょ、待って。ズームアウトはどれ？これか。ちょ、待って。ブランコとかしてほしいな。行くよ。おいでー。あ、かわいい、超かわいい、はい。ボーナス、手を振る。あ、そういう、なんか仕草とかでもいろいろあるんやね。首振り、あ、これで同じ位置から、お、いい、はい。ブランコで遊ぶ、いいね、いいね。で、ミルクちゃんは？ミルクやー。あれ、ミルクどこ行った？あ、おったおった。ズーム、かわいいな。なんかももはさ、いろんな遊具で遊びようやけど、あ、後ろ見て、なんかウサギ、ウサギ猫なんかわからんけど、めっちゃね、耳がついとった。耳が、左右移動、これか。動かし方がまだ全然慣れないわ、私。鉄棒とかしないんすかね。ちょ。何してるの？かわいい。かわいい。何ボーナス？単体ボーナスってことかな、これは。あ、時間制限。残り1枚。ちょ、待って。めっちゃドア。後ろ姿とかないかな。ブランコで遊ぶ2匹石。あ、そういう感じ。めっちゃ見切れとるけどね。いっぱい遊んだらお腹空いちゃったです。撮影した写真はニャンスタにアップしないとね。ニャンスタにアップできるの？撮影した写真はスマホのニャンスタグラムに投稿することができます。投稿するとポイントに応じて1日に1回ご褒美がもらえます。いいやん、もらおうご褒美。今回のベストショット。お、いい感じ。あれ、2匹一緒に入るのがいいよね。今回のベストショットとかって勝手に選んでくれるんや。私絶対ブランコのやつがいいと思ったんやけど。写真を投稿するためにニャンスタグラムに行きますか。はい。 L ボタンと R ボタンを撮影した画像はここで確認することができます。
キャプチャーボタンで撮影した画像はここでは確認できません。まあそうやね。ここで削除した画像は任天堂スイッチ本体のアルバムからは削除されません。あ、なるほど。こんな感じっぽいよ。いいね。アップする写真をここから選べれるんやね。さっきのポイント高かったやつがこれ。でもこっちの方が可愛くない？あ、でもちょっと寄っとる方がいいんかな。アップするよこれ。他の写真も見たい。やっぱり猫はいい。楽しそう。ファンになりました。お、いいね、いいね、いいね、やばくね。いいね、やばくね。ふう、いいね、いいね。なるほど、そんな感じだ。これもあげたいんだけど、アップしていい？一日一枚だけなんかな。いい写真ですね。いいな、仲良しな感じ、家族って感じ。いい写真見つけた。あ、一応いろいろとできるんやね、一回でも。ほうほうほう、そういう感じっぽいわ。じゃあ良さげな写真を上げていけばいいってことやね。とりあえずそんな感じかな。写りバッチリ、いいじゃん。ニャンスタにぴったり、最高に可愛い。やっぱニャンスタっていうぐらいやけん、猫の写真をみんなアップする場所ってことなんかな。はい、こんな感じで街でお出かけスナップができるようになりました。スマホのニャンスタグラムに写真を投稿できるようになりました。お、なんかミッションクリアしたよ。どれミッション？あれミッションここから見れんの？あ、見れるわ見れるわ。ミッションどれクリアできたの？あ、これや、公園のブランコ。ブランコで遊んでいるところを撮影に成功しました。お、なるほど。じゃあこれを受け取る。何ご褒美？貝殻とかもらえるの？お金と貝殻と羽。なるほど、まだコンプリート 1% はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、なんかいろいろとできること増えたけど、まだインテリアが暗くなっとるんやけど、部屋の模様替えもできるようになるってことか。いいね。